生理学研究所は人の体の働きやその仕組みの理解を目指して、国内だけではなく広く世界の研究者ともに研究を進めています。細胞を構成する分子機能のメカニズムの解明から、果ては人と人とのコミュニケーション、認知、記憶、思考などに関する脳活動にも携わっています。生理学研究所では、ミクロレベルの研究から人の心に至るまで、さまざまな人体の機能と仕組みの解明を目標としている。それではどのような研究が行われているのか、ミクロからマクロに至る人体の不思議をご紹介しよう。細胞の膜の上にイオンチャネル受容体といった膜機能タンパクがあります。ものを考えたり、筋肉が縮んだり、心臓が動いたりといった時に、細胞の膜が興奮という現象を起こさなきゃいけないんですけど、イオンチャネルはその膜興奮を起こすための一番鍵になる分子です。その働きの仕組みっていうのは本当にこうよくできていて、どうしてそういうような機能が与えられているのかっていうのを知りたい。それが僕らのゴールです。神経細胞の中にはたくさんの種類のイオンチャネルが発現しています。自分たちの研究したいと考える一種類のイオンチャネルだけを発現させた実験系で実験する必要があります。でそのために、僕らが使っているのは実験用のカエルの卵です。イオンチャネルの機能を解析するのに一番直接的な見方として、電気生理学的解析でイオン電流の記録を行うってことが一番精密で、重要な中核をなす方法論です。もう一つの方法論としては、光のラベルをタンパク質上にこうつけておいて、でその光の強度の変化を解析することによって、タンパク質が構造変化を起こす様子を実時間で捉えることができます。両方の方法論による記録を同時に行うことによって、イオンチャネルにどういう構造変化が起き、その結果電流が流れるといったことについて のメカニズムの解析を行っています。私たちの体は非常に多くの種類の細胞でできています。その中で上皮細胞と呼ばれる一群の細胞がありまして、私たちはその上皮細胞に興味を持って研究をしています。その上皮細胞といいますのは、例えば私たちの体の表面を覆ったり、あるいは消化管の一番内腔側を覆ったりというシートを作る細胞です。腸の内側 の消化物があるような場所と体の内側とを分けるようなですね、バリアとして働いています。バリアとして働くためには、その上皮を作っている個々の上皮細胞がお互いに接着している必要があります。この上皮細胞同士が接着する仕組みについて明らかにしようと思っています。小腸の上皮細胞を電子顕微鏡で見た図なんですけれども、左右に細胞がありまして、この部分が細胞の隙間です。でちょうどいかにもこう細胞が結合しているように見える構造がありまして、私たちは一番この上にありますタイトジャンクションといわれる構造の部分の研究をしています。でこの構造を作っている物質、具体的にはタンパク質なんですけれども、これを明らかにしてその性質を解明しようとしてきました。このような研究から、皮膚のバリアにこのタイトジャンクションが重要であるとか、脳の血管のバリアにタイトジャンクションが重要であるというようなことが分かったり、さまざまな組織で細胞の隙間を閉じるバリアがいかに大事であるかというようなことが分かってきました。私たちの視覚世界、視覚情報はまず、目の網膜で受け取られます。でも網膜のレベルだとそれは認知されなくて、ただ物が映っているだけです。でそれが視床という場所を経て、脳の一番後ろにある大脳皮質視覚野というところに伝えられます。で伝わった情報が情報処理されることによって、
初めて情報が抽出されることになります。マウスを生まれてから全くの暗闇暗室で育てると視覚経験を一切することなく大きくなります。そうした場合の大脳皮質の神経回路を調べて正常に物を見て育ったマウスと比べることで視覚経験によってどういう回路ができるのかということを明らかにしようと思っています。暗室飼育した神経回路では、未熟な時と同様にあまりシナプス結合を作っていませんし、結合しててもすごく弱くなります。で、一方物を見て育ったマウスの視覚野は強い神経結合を特定のパートナーとだけ結合するような回路になります。そうしてできたグループはそれぞれのグループが別々の情報処理に関係していると考えています。じゃあどういう情報処理をしているかというのをマウスやラットに物を見せてそれに対する反応を電気生理学的手法やイメージングによって調べます。そうすることによってできた回路がどういう機能に重要かということを明らかにできればと考えています。人はやっぱり社会的な動物でして他者に対してその関心を向けるとか他者の行動内容を理解するというのがその脳のどの領域のどういった仕組みで実現されているのかということに関心を持ちまして現在の研究を始めたわけです。私たちは2頭のニホンザルを対面させましてね、そして代わりバンコに目の前にある2つのボタンからどちらか1つを選ぶという行動選択ゲームみたいなものをさせたんです。そうして微小なセンサーで脳の活動を計測しましたところ、実際にですね自分の行動遂行の時だけ活動する自己ニューロンというような細胞と相手が行動を遂行するその時だけ活動する他者ニューロンというような細胞が内側前頭前野に非常に多く存在するということが分かったんです。複数の脳の領域に存在する自己ニューロン同士ですとか他者ニューロン同士の間でどういった情報のやり取りがなされているのかと、そういうのをですね詳しく調べていきたいと思ってるんですね。でそれからもう一点は、相手が直接対面している場合と映像の中で対面している場合でですねどういった反応性の違いがあるかと、つまり映像を介した他者のやり取りをどうやったらより効果的にできるかというところにつながると思っていますので、そういったものの基礎研究としてやってみたい、そういうふうに考えています。人と人とがコミュニケーションしているときにどういうような脳が働いているかということを研究しています。で、このような研究をするためには少なくとも2個体の間でどのような脳の活動が起こるかということを調べることが重要で、脳の活動が2人の間で共鳴するということが分かったということが非常に重要なポイントであったわけです。見つめ合いの時はほとんど何もさせないんですね。相手の目見てるだけ、単に見つめ合うということだけで神経活動は共鳴を起こすということが実は非常に大きな驚きだったんです。無意識の間で我々自身は何らかの反応を起こしてるんですよね。具体的に言うと小脳と前頭葉の内側、全部体上界って言います。この場所の活動が上がってきます。もう一つは全部体上界っていう場所とこのつながっている場所っていうのがありまして、これは全部頭って言いますけれども、この場所とのつながりが上がってきます。で、この領域は人間の自己っていう概念と大変密接に関係していることが知られています。で、その場所が共鳴するっていうことは自分と他人とが同じであるっていうことの認識の基盤にあるだろう、すなわち自己の起源っていうものを探ることができる重要な入り口になるっていうのがこの研究の大きなポイントということになります。人の体の未知の世界を探るには最先端の実験装置が必要だが、
一つの大学で持てる設備には限界がある。生理学研究所ではそのような最先端大型設備を導入して国内の研究者だけでなく海外の研究者に提供し共同研究を行っている。私たちは世界の生命科学研究においてハブ的役割という重要な使命を果たしている。我々の行っている研究は数え切れない研究者たちの残してくれた過去の研究の上に成り立っています。今の研究を未来につなぐためにも未来の生理学を担う若手研究者を育てることは生理学研究所の大切な使命の一つです。大学院では医学系、生物系のバックグラウンドを持つ学生はもちろんのこと、さまざまな分野から学生を積極的に受け入れています。自分は脳に興味があったんですけども、それで脳の病気について知りたいなと思って、そのアルツハイマー病の治療に役立つような手法を開発したいっていうのが、もう本当最終的な目標ですね。After the graduation, I don't want to be a doctor who works in a hospital, and further, I want to study more about the basic research. どうしても治すことができない病気とか、治せるような薬の開発だったりとか、医療だったり、そういったところに貢献できるような研究者になりたいなと思ってます。若手研究者のグローバルな活躍を支えるため、語学力の向上に取り組み、海外の大学や研究機関との連携も行っている。生理学研究所は地域とのつながりも大切にし、さまざまなイベントを開催。私たちの研究を楽しく分かりやすく伝えている。生命とは何か、人間とは何か、尽きることのない疑問に数えきれない研究者たちが挑んできた。人類が積み重ねた英知によって多くの謎が解かれ、多くの命が救われた。しかし越えなければならない壁は常に立ちはだかる。今生理学研究所では、一流の研究者たちが最先端の機器を使って生命の謎の解明に挑んでいる。世界中の研究者と共に、未来の研究者と共に、生理学研究所は人類の未来を切り開いていく。